こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、稼ぐための情報発信ということで、新垣君が5つのポイントをまとめてくださいました。まあ、これ間違いではないんですけども、あんまり必要じゃないかなと思います。必要なのは4番目と5番目なんですよ。継続してなおかつ量があるってこと、その上にブランディングだったり肩書きだったり数値だったりね、キャッチコピーとかっていうのはあってもいいんですけども、いや、もともと全ての人って実績ないんですよ。何にもないと。逆に言うと、お金に困ってるからお金欲しいわけですよね。で、稼げてから情報発信しないといけないってことだったら、これ誰もできなくなっちゃうんですよ。だ、そうではないんだろうなと思います。じゃあ私がね、考えている稼ぐための情報発信ってどういうことなのかなって言ったら、まずはね、これはもう今は時代遅れだろうと思うのが、まさにね、高級レストランで食事をしたり、それからなんかパーティーに行ってね、イエーってやったりとかね、スーツを着たりとか、講義の動画をたまに出したりとかっていうのは、ちょっともう時代遅れなのかなと思います。で、特にね、もう素晴らしい暮らしをしてて、毎日ビジネス忙しいです、楽しいですみたいなのは、これは私は違うと思うんですよ。完全にこのブランディングっていうのは時代遅れになっちゃったり、まあ、せいぜい2011年から2013年までのものだったんですよね。今はどちらかというと、日々の暮らし、そんなに贅沢じゃないんだけども、時間がすごくありますとかね、豊かに暮らしています、トラブルとかストレスから逃れられていますっていうものを、どのぐらい伝えていくかってことだと思うんですよ。そのために私は隠居っていうものを選んだわけなんですけども、隠居って何かっていうと、私いろんな投稿するんですよね。動画でもそうですし、 Facebook でもそうなんですけど、いろんな投稿します。で、そうするとね、多くの方がそれは常識的に違うと思いますとかね、社会の情勢よく分かってないと思います、情報不足ですよっていうふうに指摘をしてくれるんですよ。でも私隠居なんで、社会離れてるんで、もう常識ずれしてて当たり前なんですよ。だからいいんじゃないですかって、私隠居なんで社会のこと分かりませんからっていうふうな前提なんですよね。で、これがだから私としてはすごく楽なスタイルだし、独特なんですよ。人と知恵比べしなくていいんでね、私の方が詳しいですよとかで全然そんな競争しないんですよ。大抵はですね、こんなこと知ってますか、あんなこと知ってますか、こういう裏付けがあります、ソースはどこですかみたいなことで不毛な争いするんですけど、私の場合はあなたが正しいんじゃないですかって常に言ってるんですよ。で、私は自分の人生を構築するのに、自分自身が多分ここまで来るのには結果的に正しかったんだろうなと思います。人の言う通りにしたらこれはできてなかったと思うんですよ。ちょっと話がずれちゃったんで話戻しますけども、どういうふうにしてね、稼ぐための情報発信するかっていうと、まずはこれね、一定の量、例えば1000の単位で、まずはコンスタントに情報発信をしているっていうふうな実績を作るのが第一歩なんですよ。で、誰も見てない、誰も聞いてないかもしれない、でも誰も見てなくても聞いてなくても、どんな報いがなくても、それこそ報酬が得れなくても、私は継続ができるんですよってことを1000の単位で示すこと、これじゃないともう多くの人はね、納得しないと思いますよ。で、逆にですね、1発目とか10発目とか100発目でとっても人を呼び寄せるようなね、すごくいいことを言える人っていうのは、それは特殊なんですよ。それは天才なんですよ。その真似をしようと思っても続きません。自分の力量を超えたようなね、コピーを使ったりとかですね、ブランディングを使ったりとか USP 使ったりとか、そんなね、型にはまったことはできないんですよ。だから自分のことを正直に発信していて、その正直な発信が自分自身好きになること、継続できることっていう土台を築かない限り、結局例えばね、お客さんがついたにしても、お客さんのサポートが継続できないんですよ。で、私の場合はこのスタイルで Facebook ライブ4000回以上やってます。動画のアップロードも1万5000本以上やってます。もうすでにですね、人が見てるとか聞いてるとか関係ないんですよね。だ、これが多分信頼になると思います。で、ここにですね、人の反応があるんだったらよりやるわけなんですよ、ね、この道筋がどのぐらい動画や SNS の発信で届けられてるかってことなんですよ。この人はやめないだろうって思われてるかどうかなんですよ。この人は今日もやるだろうみたいに思われて、まさにその通りってことを繰り返すことですよね。だからたまに出てきて、たまに遅れて、たまにできなくってみたいな、ちぐはぐな人には多分情報発信で稼ぐことってのはかなり難しくなると思うんですよね。どんな事情があっても、電波の状況がどうでも、何とかして発信するってこと、ここに情報発信者の、まあ、プロとプロじゃない人の分かれ目があると思います。私はどんな状況でもアップロードしてますよね。タイマーをかけてでも YouTube の発信が続いてますよね。タイマーをかけてでもですよ。明日は飛行機に乗るから、飛行機に乗る時間が20時間だから、多分 YouTube のアップロード無理だなと思ったらタイマーを仕掛けておいて、おそらく今は飛行機に乗ってるんで発信できてないと思います、これはタイマーですってものを仕掛けておくと思いますね。で、こういうふうにして継続ってものをもう達成するわけなんですよ。で、私はだからね、
YouTube をアップロードしなかった日ってのはないですし、 YouTube のアップロードをしなかった5時間ってのはないです。5時間この5時間は YouTube のアップロードがないですよってことは私ないですね。でプラス私の動画が再生されてない日ってのはないですね。これがだから継続の賜物であり、情報発信で稼ぐ人の特徴ってのはたった一つこれだけなんですよ。誰も見てなくても1000の単位でやったという実績を持っているかと、その覚悟があるかってことですよね。私はもうそれに尽きると思います。それからブランディングとかキャッチコピーとか世界観とかブルーオーシャンとかっていうことになってくると思いますよ。それでは本日は以上です。